はい、まおちゃん、はい、始まりました、後半が。後半、ご飯食べてきました。はい、で後半はちょっと僕がやってみたいなと思った企画を2つちょっとお付き合いお願いしたいなと思ってまして。はい、はい、まず1つなんですけど、高いボールと安いボールってあるじゃないですか。ああ、はい、ありますね。これ本当に違い分かるから、うん、みんなね、はいはいはい、っていうのでちょっとまーちゃんにちょっと協力してもらいたいなと思って。もしかしたら高ければいいってわけじゃないかもしれなくなるって。確かに、そうそうっす。そうそうそう、それをどっちが高いかは分かんないですね。そう、分かんないように打ってもらって。なるほど。で、どういうふうにやるかっていうと、はい、ここに白いボールと、はい、白いボールありますね。黄色、そう、黄色いボールがあります、はい、うん、これどっちもスリクソン。どっちも、はい、スリクソン。でも高いボールと安いボールなんです。へ、そう、これ教えません。でもそれってもう見ただけじゃ分かんないです。中見ないと。どこが書いてあるんで、うん、それが見えないように僕がティーアップします。あ、なるほど。じゃあ僕がティーさせてその上にボール置いてくれるって感じで。あ、そう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 。でそれを、はい、ティーショット、セカンドショット、アプローチパターン、うん、で全部同じ場所からその2球ずつ打ってもらって、で最後にさあどっちだっていう。あ、なるほど。なるほど、面白い。ボールソムリエです。なるほど、見分けられるかな。そうです。っていうのをやっていきたいと思いますんで、はい、早速ちょっとティーショットの、はいはい、じゃあティーアップする場所を選んでいきたいと思います、はい、視聴者さんだけ教えます。ティー、まあ、じゃあティーアップして、白い方はこのボールです。で黄色い方は、黄色い方はこのボールです。じゃあティーアップします。それでは後半お願いします。お願いします。まず白いボール、うん、まっすぐ。よいしょ、なるほど。なるほど。はい、じゃあ、黄色いボールセットしました。はい、同じ感じで打って。はい、おお。あ、違いますよ。本当ですか？違います。距離は同じぐらいですね。だけど距離同じぐらい、当たった感じ違う。どんな感じで違います？1球目の方がや柔らかい。おお、当たった感じ柔らかい。なるほど、感じがしました。なるほどね、うん、そう。じゃあセカンドショットいっちゃおうかな。距離どうなんだろう。まあティーショット的にはその打感がちょっと違ったなみたいなね。違いましたね。まだちょっとわからないね。ワームスリクソンのボール使ってるんですけど、うん、あ、やば、それ分かっちゃうんじゃね。いや、でも黄色も使ったことあって、でも同じか分かんないんですけど。あ、なるほど。そう、言われたことこれめっちゃ同じ感じで打てた。ほら、距離でも後ろの方になっちゃう。あ、まあ、ほんと一発勝負なんで。もちろん本来はね平均とかでやるべきだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、ちょっとエンタメチックな感じで見ていただけると。ちょ、こんな感じでティーショットは白いボールの方がちょっと飛んだかなっていう感じ。これもボール見ない方がいい。もう見ちゃダメです。そうで、セカンドは7番アイアンが打てるぐらいの距離に移動してまた同じ場所から打ってみたいと思うんで、これから僕がボール回収して移動します。じゃあちょっとセカンド地点ぐらいに移動して、打ちやすいところ移動してきて、ちょっと短くなっちゃって100ヤードぐらいかな。ここ何番アイアンでピッチング？ピッチングで。ピッチング。じゃあ白いボールの方からお願いします。うん、よし、じゃあセットします。はい、はいはい、じゃあ黄色いボールセットしました。あ、お待ちお願いします。おお、
よくかも。どれもいい当たりで、ちょっとなんかコーツつけがたいぞ、これは。両方いい当たり。ちなみに、強いてはどんな感じでした？もうさっきから多分白の方が飛ぶ。あ、飛ぶのは飛ぶ飛ぶ。なるほど。白の方が飛ぶ、柔らかいから。そっか、同じ番手で同じとこだってね。飛びます、ね、とりあえずね、はい、で柔らかいって感じ。そうです、柔らかい。まあ、じゃあどっちもいいボールだね。スリクソンがすごいいいボールに見えるよ。スリクソンみたいな、これなんですか、アプローチ。はい、ちょっと乗っちゃったんですけど、まあ、グリーン周りからの転がりとか、まあ、やっぱ打感とかをちょっと見て、あれはちょっと残念ですけど回収しちゃいますね。高いしよ。じゃあちょっとグリーン周りセットします。はい、そしたらグリーン周りに移動してきました。だいたい10ヤードぐらいなんですかね、そのぐらいですかね。じゃあ白いボールから。はい、はい、じゃあ黄色いボールセットしましたんで、まずお願いします。はい、はい、スピンとかのあれですよね。いや、率直な感想でいいです。分かりづらければ分かりづらいでいいと思うし、アプローチはちょっと分かんないかも。ああ、ちょっと、まあ、ちょっとラフからっていうのもあるしね。確かにね。まあまあこんな感じって感じで、じゃあ最後パターいきましょうか。はい、はい、パターちょっと白いボールセットしました。だいたい3メートルぐらいで、ちょっと上り、はい、のパッですね。じゃあマーチお願いします。はい、ちょっとナイスです。ありがとうございます。じゃあ黄色いボールセットしますね。はい、黄色いボールも続いてセットしました。お願いします。うん、もう一回参考までに打っとく。まあ感触は分かったんじゃないかなと思うんで。音もね、音聞こえました。うん、黄色の方がやっぱもうカツみたいな、こう跳ね返る感じ、うん、白の方がちゃんとこうフェースにポンって一回当たって押し出すみたいな。お、音もちょっとやっぱあれだったんだ。なんかちゃんと当たってるような。おー、なるほど、わかりました。じゃあ一回ちょっとホールアウトして、高いボールはどっちかを発表してもらいたいと思いますんで、一回ちょっとこのグリーンから、はい、出ます、出たいと思います、はい、ボールは触りません。そっか。はい、まおちゃんありがとうございました、はい、ありがとうございました。まず最初どうでした、発表する前に。発表する前やってみて、でも同じメーカーのあれですね、はい、ボール、はい、でも結構違った気がするんですけど。なるほど。だって両方ドライバーとセカンドアイアンで打ったんですけど、多分白い方がやっぱりどっちも飛んでたし、でその2打目、あ、大きいかなって思ってたけど、グリーンにいた時ピタッて止まってたじゃないですか、白いボールの方が、うんうんうん、そう、結構飛んだなと思ったけど、低めに飛んだなと思ったけど止まってたよね。止まってたからオーバーしたなって思ったけど、オーバー気味だと言ってたもんね。だから、あ、ちゃんとスピンも効いてるのかなって思って、うんうん、あ、違いが、じゃあはっきりちょっとそのドライバーとセカンドショットで、で黄色いボールはなんかちゃんと自分のその飛距離、うん、をもう正確に分からせてくれるっていうか、なんだろう、飛ぶボールっていうよりかは上級者向けじゃないけど、なんて言ったらいいんですか、分かんないけど、ちゃんとなるほどね、そうそう、うん、実力
主義ボール実力なんだそれまあ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 人それぞれの感想だからそう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 なんだろうねまああのちょっとグリーン周りはちょっと分かりづらかったかなと思ってあのパターはどうでした。パターも白の方が優しいというか、うん、ちゃんとくっついてるって感じ。くっついてる感じです。ちゃんとこうボールフェイスを使って押し出してあげる。じゃあ全体的に柔らかいっていう感じなんだ。そう、黄色の方がちょっと厳しめっていうか、ポンって。なるほど。そうです。なるほどですね。はい。じゃあ高いボールどっちか当ててもらっちゃおうかな。高いボールどっちか。え、なんかワンもスリクソンさんのボール使ってるんですけど。うんうん、え、何でしたっけ、あのメ X3? 多分、まおちゃんが使ってるのはそれだと。でも今回はそれじゃないんですよね。スリクソンはいっぱいあるんですよ。いっぱいあります。そうなんですよ。その前、もうちょっと前のやつか最近買ってきたから。あ、最近買ってきた。新しいやつだと思う。新しいやつか新しいやつだ、それだ白かな。白、おー、白だと思うな。なるほど、わかりました。じゃあ、あの、はい、まあ、視聴者さんはちなみにもうどっちか分かってるんですよ。最初ロゴ見しちゃったから、はい、T ショットの時に。そうです、なんかしてましたね、ゴタゴタ。まあ、今回、はい、打ってもらったボールは、はい、うん、ワンスリーブって3球で1800円ぐらい。1800円ぐらい、うん、ぐらいのスリクソン XV っていうやつを。あ、そうそう、 XV。 そう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 、それが高い方のボール、うんうん、で、もう一つがこれは1ダース2000円ぐらい。12個で2000円ぐらい。12個も入ってて、はい、そうなんです。もう一個は3、9で1800円ぐらい。全然違うの。高っ。そう、そのスリクソンディスタンスっていう方を打ってもらったのね。それが安い方。はい、XV かディスタンスかっていうので、うん、じゃあまおちゃんは白いのと黄色いので答えてもらいたいんだけど、はい、じゃあその高いボール、はい、XV は何色でしたか。白。あ、まあ白って言うなと思ってたよずっと。だってもうそのそうそう、柔らかいし止まるし飛ぶしって言ってたから、でそれが安いボールちょっと辻褄が合わなくなっちゃうじゃん。でも分かんないから、分かんないですよね。一発で本当にいっちゃったから、はいはい、たまたまかもしれないんで、じゃあ白いボール渡すんでちょっと確認お願いします。はい、はい、見ます。何も書いてない。あ、書いてる書いてる。何も書いてない。見方が分かりません。ジェットスター、あ、XV。はい。画面にピーピーって。XV。ああ、もうボールソムリエですよ、まおちゃん。すごい。そう、はい、これ、はい。ちなみにこっちがあれね。これが3個で1800円ぐらい。わお。これがディスタンスの方、黄色。そう。こっちの重いです。それはわかんないわ。もうなんか知ったかみたいに。いや、こっちの方が重いですね。さすがソムリエだね。匂いとかもあんのかな。着色料みたいな。こっちの方がちょっと芝の匂いが。芝の匂い。そうです。で、あの今回ちょっとガーミンさんの、はい、あの測定器で、じゃちょっとデータ取りもしてまして、はい、いや本当にその。XV の方がドライバーに関してはドライバーで、まあ明らかに一応現地でも飛んでたんであれなんですけど、10ヤードぐらいもキャリーでちょっと違ったんですよ。そう、バックスピンはねそんな変わらないような感じだったんですけど、でやっぱその捕まりがいいって言ってて柔らかいって、でディスタンスってかやっぱ飛ぶから反発力があるから、ディスタンスってのはちょっとカチッっていう感じがするんで、だ本当もうそのまんまです。おお、さすがです。感性いいね。いや本当ですか。もうそれで生きてるんで。そう。でセカンドショットの方も、うん、あの白いボール結構やべ飛びすぎたかみたいな、うんうん、でピタッと止まったってじゃないですか。うん、これもあのその XV の方はバックスピンが4942、そう低いのに結構回転あるんです。で逆にあのディスタンスの方は2085、半分ぐらい違うから。なるほど。そう。だからこれも距離もそのまま打ったらもう。ランが出るね。そうですね、うん、ランが出る。そうだから本当その折れる通りって感じかな、うん、そのピタッて止めたい人はちょっと向かないかもしれないけど、こっちの方がいいかもしれないけど、そうやっぱランとかも出して飛ぶっていうのもバックスピンが明らかに違うから、うん、ちょっとでも飛ばしたいよとか、うんうん、
って方はあのそういうディスタンスっていうので、うん、まあ、見事になんかこう違いがデータでもはっきり出ちゃってねえ、確かにちゃんと出てる。いや、い正直本当に1球ずつじゃ出ないだろうなと思ってたの、うんうん、しっかり出てましたよ。びっくりした、うん、あらまあ確かにそうそうそうすごい面白いな。そうそう、しかもアイアンが多分一応分かりやすい ね、 ね、あれすごかった、びっくりした、はっきり。そう、同じさ、もう見た目なのにさ、そんなに変わっちゃってさ、うんうん、ボールってすごいなと思って。すごいです。でやっぱこう用途によって、うんうん、そのどういうのにで、うん、合う合わないあると思うし、うんうん、そうそう、僕なんかはやっぱちょっととにかく飛んだ方がいいと思うタイプで、アプローチもチキンだから転がった方がいいやと思って、そういうボールがね好きなの、うんうんうん、ディスタンスのが好きなの、うん、確かに。そう、打感も別にそこまでガチガチに硬いってわけじゃないでしょ、うん、そんなちょっとなんか音がカチッってなるかなみたいな、比較するとねっていう、そう感じだから、そうそう、本当好みだと思うんだけど、そう、今回はそう皆さんお見事、見事です。やったね、打ち比べ面白いですね、うん、ありがとうございます。こんなに違うんだよ、すごい素晴らしい、いい企画、いい企画をありがとうございます。神々神々無理して言ってるみたいな、ね、じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います、はいはい、ありがとうございました。皆さんもぜひやってみてね。バイバイ。